ご視聴いただき、ありがとうございます。トレンドニュース .東京 です。この動画では、当チャンネルが独断と偏見で決定した、実家が貧乏だった、芸能人、トップ30をカウントダウン形式でご紹介します。最後までご視聴くださいね。実家が貧乏だった、芸能人、第30位、横山優さん。複雑な家庭環境に育った横山優さん。中学卒業後は早く自立したいという思いから高校に行かず建設会社に就職しました。そのためジャニーズジュニアの仕事の時は建設現場帰りの日課ポッカで通ったそうです。実家が貧乏だった芸能人第29位有村架純さん。母子家庭で育った有村架純さん。平日は学校が終わってから4時間。休日は朝から10時間アルバイトをし、家計を助けていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第28位、安室奈美恵さん。1990年代に数多くのヒット曲を生み出し、国民的な歌姫となった安室奈美恵さん。アクターズスクールには特待生で通っていたため、レッスン料は無料でした。しかし、バス賃がないため、自宅から2時間かけて歩いて通っていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第27位、上戸彩さん。今では超売れっ子女優になった上戸彩さん。幼少期に両親が離婚してしまい、貧乏生活に。それを脱するために、国民的美少女コンテストのオーディションに応募したそうです。女優になった上戸彩さんは、一家の大黒柱として、家族のために働いていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第26位、内藤大助さん。母子家庭だった内藤大助さん。母親はアルバイトで、大輔さんと4歳上の長男を養い、後に民宿を始めたそうです。安く泊まれるのが売りの小さな民宿だったため、生活は楽ではなかったそうです。実家が貧乏だった芸能人第25位、満島ひかりさん。沖縄出身の満島ひかりさん。家計が苦しく税金などを滞納して、実家が沖縄市に差し押さえられてしまいました。さらに、父が職を失ってしまったために、家計は、ますます苦しくなり、しまいには実家を手放してしまいました。実家が貧乏だった、芸能人、第24位、マギーさん。幼少時代に両親が離婚し、カナダ人で自由業の父親に育てられた、マギーさん。当時、父親は日本で俳優やナレーターをしていましたが、仕事が少なく収入も不安定だったそうです。実家が貧乏だった芸能人第23位、東山紀之さん。東山紀之さんの父親はお酒と遊びに溺れ、借金取りから逃げるために、家族は住まいを転々としていたという過去があります。両親は3歳の時に離婚されて、その後は貧乏生活が続いたそうです。実家が貧乏だった芸能人第22位、釈由美子さん。とにかく実家が貧乏だったという女優の釈由美子さん。バースデーケーキの代わりに豆腐が出てきて、ろうそくを吹き消した後に醤油をかけて食べたというエピソードもあります。実家が貧乏だった芸能人第21位、三宅健さん。幼い頃に父親を鉄道事故で亡くしてしまった三宅健さん。母の実家である香川で母子家庭で育ってきたそうです。新聞配達で家計を助けながらジャニーズのレッスンに通っていたという苦労人です。実家が貧乏だった芸能人第20位。広瀬すずさん。父親が脳卒中で倒れ、経営していた工場が閉鎖してしまった過去がある広瀬すずさん。
借金をして生活するほどの経済的困窮に陥り、祖父から受け継いだ家や土地も手放したそうです。そのタイミングでスカウトを受けた広瀬すずさんは芸能界入りを決意したそうです。実家が貧乏だった芸能人第19位、森口博子さん。子供の頃は緑荘というアパートに住んでいた森口博子さん。お風呂もなくボロボロの家だったそうです。お小遣いをもらえないので近所のパン屋さんに行き、パンの耳をもらうのが一大イベントだったそうです。実家が貧乏だった芸能人第18位、小沢和弘さん。母親がコートにボタン一個つけたら1円くらいになる内職をしていたスピードワゴンの小沢和弘さん。おやつ食べたいと言うと砂糖舐めてなさいと言われるくらいの貧乏だったそうです。実家が貧乏だった芸能人第17位、中川家。兄弟漫才で人気の中川家、実家は風呂なし二間の社宅で、銭湯が休業の時は玄関でホースを使いシャワーを浴びていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第16位、ノンスタイル石田明さん。子供の頃には6畳4畳半4畳の 2DK に住んでいた石田明さん。全く知らない3人家族とその家族とは無縁のおばあちゃんとの同居生活をしたことがあるそうです。家賃が払えなかったため父親が街を歩き回り同居人を見つけたそうです。今風に言えばシェアハウスですね。実家が貧乏だった芸能人第15位、小西真奈美さん。女優の小西真奈美さん、小学生時代に両親が離婚したため母子家庭で家賃1万円の市営住宅に住んでいました。母親は昼は事務員として働き、夜はお菓子屋の店員として働いていたそうです。子供の頃の夢は家に友達を呼んで誕生会をすることでした。実家が貧乏だった芸能人第14位、松本人志さん。父親は室内装飾や舞台装飾の仕事をしていたという松本人志さん。家は抜けた床の修理もままならないほどの貧乏だったそうです。レンジを初めて使ったのはお姉さんが離婚の慰謝料として持って帰ってきた時とのエピソードもあります。実家が貧乏だった芸能人第13位、浜田雅功さん。大阪万博までは実家の羽振りが良かったという浜田雅功さん。父親が知り合いの連帯保証人になったために多額の借金を抱えてしまいました。父親は借金取りに拉致監禁されたこともあるそうです。実家が貧乏だった芸能人第12位、石橋貴明さん。もともとは裕福な家庭に生まれた石橋貴明さん。しかし小学1年の時、父親の経営する会社が倒産し父親が蒸発。それ以降は極端な貧乏生活を送るようになったそうです。小学校4年生から高校卒業まで一家4人で風呂なし二間のアパートに住んでいたそうです。実家が貧乏だった芸能人第11位、秋元才加さん。父親がずっと無職だったという秋元才加さん。そのため幼少期から貧しかったそうです。ガスや水道が止まるのは当たり前で、冬でも水風呂に入っていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第10位、城島茂さん。小学3年生の時に両親が離婚し母親に引き取られた城島茂さん。自宅の裏に咲いていた菊の花を取ってきておひたしにして食べていたこともあったそうです。今の生活を脱したい、芸能界に入れば変わることができるという思いからジャニーズ入りを決意しました。実家が貧乏だった芸能人第9位、浜崎あゆみさん。実家は母子家庭で一時は生活保護を受けていた時期もあった
浜崎あゆみさん。小さい頃に父親が家を出て行き、それ以来ずっと母親と二人暮らしだったそうです。父親が帰ってこなくて人間不信になった時期もあったそうですね。実家が貧乏だった芸能人第8位、中居正広さん。家族5人で二間の家に住んでいた中居正広さん。お風呂には週2回しか入れない生活をしていたそうです。夏場でもお風呂に入るのは週2回。でも貧乏という意識は全くなかったそうです。実家が貧乏だった芸能人第7位、サンシャイン池崎さん。実家はタバコの栽培、製造業を営んでいたサンシャイン池崎さん。父親のタバコの火の不始末で経営していた工場で2回も火事を起こしてしまいました。この影響から池崎さんのご実家は極貧状態に陥ったそうです。実家が貧乏だった芸能人第6位、中村雅也さん。もらったお年玉は父親が全部ギャンブルに使っていたという中村雅也さん。父親からサンタはおらん、おるとしたら俺や、と夢や希望もないことを言われていました。家には風呂はなく、銭湯へは2日に1回だけ行っていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第5位、麒麟田村宏さん。父親のリストラをきっかけに貧乏のどん底に落ちた麒麟田村宏さん。中学2年生の時に家が差し押さえられ家族と生き別れ、その後は近くの公園に住み着いて雑草や段ボールを食べていたそうです。実家が貧乏だった芸能人第4位、成宮弘樹さん。母子家庭で育った成宮弘樹さん。14歳の時に母親が他界。高校には進学せず、引っ越しや運送のアルバイトなどで生計を立てて、弟には毎日弁当を作って学校へ持たせるなどして面倒を見たそうです。そんな時に偶然俳優のオーディションの話をもらい受けたそうです。実家が貧乏だった芸能人第3位、麻生久美子さん。父親がとにかく金遣いが荒かったという麻生久美子さん。賭け麻雀で一晩20万円使うこともあったそうです。そのため生活は困窮。母親は父親が作った借金を必死に完済した後に離婚をしました。近所で取ったザリガニがご馳走だったそうです。実家が貧乏だった芸能人第2位、アンミカさん。貧しい長屋で育ち、実家が2度火事に遭う災難も経験したというアンミカさん。学生時代は陸上部に所属し、早朝の新聞配達やパン屋のバイトなど、兄弟姉妹で助け合い、家計を支えていました。4畳一間、家族7人でずっと暮らしていたそうです。両親は若くして他界されています。実家が貧乏だった芸能人第1位、風間徹さん。5歳の頃に両親が離婚し、父親に引き取られた風間徹さん。そのうちに父親も失踪し、祖父母の元で過ごしました。しかし、祖父が認知症になってしまったため、小学生で介護をすることになりました。食べるものがないため、家の前の公園の草を食べていたそうです。砂や土も食べ、炎天下の石を舐めると、香ばしくて美味しいことを発見したという衝撃的なエピソードもありました。貧乏だった芸能人をランキング形式でご紹介しました。今は大成功している芸能人でも昔は苦労していた人も多いようですね。逆境をバネにして踏ん張ってきたからこそ成功したのでしょう。そんな皆さんを今後も応援していきたいですね。